サイドテーブルがあるんですけど、先にこの机を入れちゃいますね。まあ、ジムティでかなりでかいですね。で、今日の動画はこれ家具ですね。で、パソコン机とかアマゾンで見てもやっぱり7000円とかしちゃうんですけど、やっぱりそのパソコン机ってあんまりしっくりこないですね。はい。あ、ようやく元ここはオレ部屋ですね。はい。まあ要はあとはこれが入りました。あと椅子だけを持ってくればいいかなって感じです。あとね、サイドテーブルがあるんですね。ちょっとこれはですね、私のゲーム関連の何かにしようかなという感じで、まあちょっとあそこ隣に置こうかなって思います。はい、今日は22日です。8月22日です。まあ一応朝午前中から今日は作業やってたんだけど、とうとうカーポートを作らなくてはならなくなり、まあ一応この窓ガラスもこれサンダーで切った時にちょっとひびが入ってるから補強しなくちゃいけないんだけど、はい、まあ一昨日ぐらいかな、ここをやったんですが、はい、まあここを埋めなくちゃいけない。まあ大体ここレールくらいまではちょっと高くしようかなって感じなので、ここにまあ砕いた石とかを乗っけていこうかなって思います。で、大体ここもね、砂利、あとは砕き終わったら砂利バーって入れて、あとはこっち側の棚ちょっと邪魔なんでこれも切ります、捨てますので、まあ、大体15センチから30センチぐらいかな、30センチぐらいちょっと高くしたいですね。はい、なのでここの石とまずあっち側の庭石を砕いていきます。はい、まあここら辺からですね、まあ一日一日の作業がもう短くなってきたんで、まあ、単純に俺もバテてきたんで、で今年中に一番やんなくちゃいけないのはプレオープンと単管のカーポートですね。まあ、カーポートっていうと大げさなんで、まあ単管で組んだ車に雨とかね、特にあの鳩の糞とか当たらない程度の雨よけです。でこれ冬場どうするかっていうのは今課題なんですけど、まあ今年はね、豆に帰ってきて雪かきするつもりなんで、そのいう程度の最低限の強度で作ってます。はい、今日午後ですね、22の午後です。今日は整体行くんで4時で終わりです。で、まあ一応今月中はもうカーポートまでは作りたいんで、そこまでやろうかなって思います。そしてまずカーポートの前にやらなくちゃいけないこととしては、ここのこやつらの石をですね全部砕きます。それでそこそこの大きさまで砕いたら、この納屋の中ぶち込んで、セメントでも流し込みますわ。あとちょっと砂利を買い足してね、まあ、そんな感じで、まあ、ぼちぼちやってる。でまあ、ここからですね、ようやくあのカーポートとメインの問題だった納屋ですね。で結局その納屋っていうのがすごい深刻だったわけですよ。あ、でも動画で映っちゃいないんですけど、これは石砕いてます。で石庭石砕いて何したいかって言ったら、そのコンクリートっていうあのセメントと砂と石採石かな、もうちょいちっちゃいやつかな、ちょっと覚えてないんですけど、それを1対1対3だったっけな、なんかその混ぜる割合があるんですよね。なんでそれをやってます。それ用の石にできればなと思って、これまあまたセリアですかね、ドリルで穴開けて、あの石をひたすらに割っていってますね。でこれ石を早く砕くにはどうしたらいいんですかね、本当それがね未だに分かんないっすよ。いまだに邪魔くさいあの庭石ってあるんで、でもまあ今は庭石を全部悩んだかぶち込んだら足りないんですよ、砂利が。まあそれはそれでいいのかなって感じですね。
やっぱりその砂利があると安定しますよね、土だけよりかは。で、何が一番ダメかって言ったら、あの地面から水が湧いてきちゃうんですよ。これ湧き水が湧いてるわけじゃなくて、あのだいぶ前かな、家の中の脱衣所のところの動画なんですけど、そこでちょっと掘ったらね、水出てくるんですよ。で、茶色い土があって、だいたいねもう10センチ15センチかな、それぐらい掘るとね、灰色の層がくっきり出てくるんですよ。で、何これと思ったら、あれ粘土なんですよね。にっちゃにっちゃ、めっちゃめっちゃして、あ、これが粘土層かってやつで、やっぱりその粘土層って水田には重要じゃないですか。だから水はけがね、くっそ悪いんですね、この家の地面って。まあここら辺一帯がそういう土地です。あの、こっちの概要書を、どこだったっけ、秋田県庁の、建設班だっけ、建設課だっけな、そこに取り行きました。で、そうするとね、全部ね、この家が建った時じゃなくて、この土地の概要だね。で、そもそもは、この家じゃなくてね、製材所だったんだよね。で、隣が今、あのやってる製材所だけど、そもそもその製材所は事業を譲渡してもらって始めた場所だから、ちょっと違う。創業者がここにいたらしいね、隣の製材所の。だからちょっと2台1台前だね。で、その人が作った時は木材所で、その土地の中にあったって感じで、その時はね、周り田んぼでここしかなかったんだわ、ポツンって。今日これで終わりです。あ、疲れた。いやー、でも本当は午前、一日中これやると疲れるね。一日中砕いて砕いて、あとは木も処分しつつだったからね、ついは。で、まあこの砕いた石が何がどうなるかっつったら、ここですね。まあ、実際雨の日っていうのは、ここも実は意外、なかなかいいレベルで水浸しになります。で、やっぱりね、ここ入ってきたりするわけね。だから相当な水浸しになるわけよ。なんでかって言ったら、ここが一番土地が低いし、隣の工場もね、水溢れるんだよ。あの、底詰まってるからさ。だからそうするとこっちに流れてくるし、でこっちに流れてくるやつは自動的に、あの納屋のね、あのトタンの向こうの、元水路かな、U字工があるところに流れていっちゃうし、そこが溢れるとまたそれが逆流してきて、俺の家が被害に遭うということなので、とりあえずここをもう20センチぐらいかさ上げして、入ってこないように、水が入ってこないようにして、でこのトタンの向こうだね、トタンの向こうを低くしておきます。まあ、これが土地の境界線の杭で、おう、また原木倒れてんじゃん。まあ一応あそこの、まあ一応ここにコンクリがあって、まあだいたい3、まあ15センチぐらいまだ土地があるんだけど、まあそこら辺、そこだけはちょっとかさ上げしないで、むしろ低くして掘っちゃって、あそこの金網、あのソーラーパネルの手前にある、あの U字型の側溝に水を落としちゃおうかなっていう感じです。で、あそこに水を落としてもどうせ溢れ返るんで、一晩中あの買ってきたポンプで水を吸い出せば OK という感じです。はい、なので、まあまだまだいっぱいありますね。はい、まあ、あと問題としてはここ、なんでトタンが打ち込んであるかって言ったら、ここから水が入っていくわけよ。なのでここを、セメントで、最初は緩めのセメント流し込んじゃって、でそれが固まったら、その上にこのブロック塀とか石を、あのセメントを塗って、その上に石を置いて、そんでセメントで重ねていって、まあ基礎っぽくしちゃおうかなという感じです。はい、あー、まだ石いっぱいあるからね、あー、だるい。てなわけで、ちょっと整体行ってきます。今日は終わりです。はい、まあ一応仮のプレイオープンって8月4日にして、で、まあそれ以降もまだ続いてるわけですね。で、今はもうだいぶようやく落ち着いて、領収書をちょっと弥生会計に打ち込んでる状態まで安定してますね。で、まあ本格的にはまあ来年からかなって感じです。
まあ来年はちょっと落ち着きたいけどね。まあそんな感じで、頑張ってます。バイバイ。